PAC-3MSE、空自が地対空誘導弾パトリオットの改良型を4基地に配備、射程と防護面積、探知能力が向上。航空自衛隊 PAC-3MSE もいいが、イージスアショア配備の方が先だと思うけどな。共同通信の記事から。丸茂義成航空幕僚長は12日の定例記者会見で、弾道ミサイルを迎撃する航空自衛隊の地対空誘導弾パトリオット PAC-3 の改良型を3月から6月にかけ、習志野、浜松、芦屋、築城の4基地に配備したと明らかにした。改良型は PAC-3MSE と呼ばれ、レーダーや発射機などを改修した。迎撃できる高度が従来の十数キロから数十キロに伸び、防護できる面積は2倍以上に拡大。レーダーでより小さいミサイルを探知できるようにもなった。今後各地の部隊で順次改修を進める。以上が記事の内容。ここからは試験になる。そもそも PAC-3 はイージス艦が撃ち漏らしたミサイルを迎撃するためのもので、いわば最終の迎撃に使われるもの。したがってその守備範囲は極端に小さいため、これをもって国土全域を守るものではなく、重要拠点防御に特化したものである。だとしても配備数はまだまだ少なく、もっと増やしたいところだが、国土全体を守るためには PAC-3 よりもイージスシステムを増やすことが有効なのだ。イージス艦を増やす方法が有効であるが、常時1隻のイージス艦を稼働させるには最低でも2隻から3隻のイージス艦が必要となる。ご存知のように現在自衛隊の隊員不足が問題となっているが、特に海上自衛隊に至っては深刻な定員割れ状態となっており、イージス艦を増やしても搭乗員が確保できないという根本的な問題がある。そこで提案されたのが地上配備型の迎撃システム、いわゆるイージスアショアである。理論上は山口県と秋田県の2カ所の配備で日本全土をカバーできることになっている。地上にあるので部隊の隊員は通勤することができ、3交代制で24時間稼働することができる。しかし配備予定地の住民の賛同を得ることが難しく、防衛省のずさんな調査の実態が報道され、反対運動に拍車がかかっている。このままでは中国や北朝鮮からの弾道ミサイルが撃ち込まれ、イージス艦がそれらの一部を撃ち漏らした場合、日本の国土は穴だらけになってしまう。政府及び防衛省はイージスアショア配備予定地の住民はもちろんのこと、全国民に対してなぜイージスアショアが必要なのかと、その有用性を積極的かつ丁寧に説明する必要があるだろう。最近の中国の挑発のエスカレートを考えると、もはや間に合わないかもしれないが、それでも一刻も早く憲法改正とイージスアショアの設置に取り掛からねばならないことは言うまでもない。この報道に対する国内のネットの反応は、確か PAC-3 より太くして燃料を増やしている、なのでランチャーあたりの弾数は減っているはず、いろんなことしてるけど一番の特徴は飛距離の向上。どれだけ迎撃性能が高かろうが、迎撃ミサイルの在庫数を超えて撃たれたらポンコツミサイルも防ぎきれない。攻撃用を持て。 PAC-3 なんて何の役にも立たないよ。局地防御用だから問題ない。
日本全国つつうらうらまで守るなんて一言も言ってないからな。相変わらず近畿には配備なしかよ。東京に置いといたって横浜に来るミサイルも撃ち落とせないんだろ。そんなポンコツいらんよ。これを撃つ機会があったらすでに日本は負けている。コツコツと日本の防衛力が向上しているな。いいことだ。攻撃側が圧倒的に有利なんだし、全てのミサイル迎撃なんてたとえ戦時中でも現実的ではないしな。ゼロ三式に弾道弾対処能力付与するって話はどうしたんだろうな。パック3役立たずっていうやつは戦車不要論者と同じ香りがする。浜松と神戸が狙い目なんだな。とまあこんな感じだが、最後の神戸が狙い目って生っ粋の神戸っ子の私にとっては頭の痛い問題である。知らんけど。
最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画で感じたことなどどしどしコメントいただけると嬉しく思います。またグッドやバッドの評価もお願いします。チャンネル登録とベルマークのクリックで新しい動画の投稿時に通知されますので、合わせてよろしくお願いいたします。